手元解説が見たい。蔵に入る最も適切な If you wouldn't だから、これしなかったら感謝します。だからはい、ハローと始まりました。むてつチャンネルです。さあ、今回はですね、リクエストが結構来てたですね、手元解説が見たいっていうのが来てたんで、ちょっとそれやってみようかと思います。手元解説っていうのはですね、普段のね、ユーテラとかでは、こう、後ろにボードがあって、ああだこうだやってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、こう、手実際見て、どうやって解いていくのかが見たいって言われたんですよ。でも問題用紙にこうさ、手やって、で、カメラやって、どういう風に見えるのかよくわかんないと思って、じゃあ iPad でやればいいやと思って、iPad の画面録画あるじゃないですか。あれやったら、そのままいろいろ加工する必要もないんじゃないかなと思って、ちょっとそれで画面録画でやってみたいと思います。どうなるかわかりません。やったこともないですから、私。まあ普段、早稲田語学塾ではね、この iPad に僕が記入したものを皆さん見ながら、私の声の解説をね、聞くんですよ。なんでまあその感覚を皆様も味わえるんじゃないかなと思います。はい。では実際やってみましょう。蔵に入る最も適切なものをそれぞれ一つ選び、その番号をマークしなさいということで、Do you remember なんとか The lights off before we came out って書いてて、はい、おなじみのやつですね。もう選択肢見て、スウィッチンとかさ、あるから、いわゆる remember のまず語法でしょ？ remember ing, remember to do. まあ remember that もありますけどね。はい。で、注目しなきゃいけないのは、ここでしょ。came ですね。ここに過去形がいるんで、この過去形と一緒に使うキャラクターを選ばなきゃいけないよっていうことですね。で、remember ing だった場合は、それをしたことを覚えているなんて。だから、この過去と相性がいいですね。私たちが出てくる前にライト消したことを覚えているですね。はい。で、この to の場合だと消したことじゃなくて、これから消すことになっちゃいますね。remember to ですね。うん、でもこの過去の印がくっついてるから、ing を選ばなきゃいけない。remember to have で過去みたいな引っ掛けですね。3とかはね、よくあるパターンですね。だと SV が来てても、これもやっぱ時制が合ってないですね。この過去と合うものっていうので、答えを選ぶ。まあ、順動詞と時制を混ぜ合わせた問題ですね。はい。switch the lights off, switch off the lights. はい。どっちの語順でもいいですね。まあ、ここ。turn off とかね、狙われやすいですね。いわゆる、このちょっと turn にしちゃいますけど、turn 代名詞の場合は、絶対 turn 代名詞 off とか、turn 代名詞 on ですね。の語順にならなきゃいけないよってことですね。だから、turn the lights off 大丈夫ですね。turn off the lights 大丈夫ですね。でも、turn them off じゃないといけないですね。turn off them はダメだよっていうやつね。はい。まあ、これもよく狙われるので知っといてください。次。I have two cars. One is made in Japan and なんとか in Germany. あ、もうこれも決まりなパターンですね。はい。車が2台なんですよ。2台あって、1個目っていうのは made in Japan で、2個目はっていうのは2個目の場合は残り1つ the other ですね。これはまあ選択肢なくてもわかんないといけないですね。2つある場合 A、B としておいて A、B がある場合どっちか1個の方を無作為に選んだ場合が1になります。そして the other っていうのはその他になるので A が決まればもう一方ですね、その他のものは決まるので、特定されるわけですよ。だから、the がいるわけですね。another ってやっちゃうと、another の an っていうのは不特定ですね。不定冠詞とかってよく名前が付けられますけど、そう。だから、チョイス、絞れない時に使うやつですね。だから A、B、C とかってあった時に、よいしょ。よく言うんですけど、だから2人組の場合だったら、まあ、ダウンタウンがあって、で、松本さんが A だった場合に、浜ちゃんは the other ですね。その他なんですよ。松本さんの他っていう風に特定されるわけです。でも、それに対して、ネプチューンで置くんですけど、1っていうので、じゃあ、原田泰造っていう風になった場合に、まだ他に2人チョイスがあるじゃないですか。で、この2人チョイスがある中から1個を選ぶと。あなた。って言って、じゃあ、ホリケンを選んだとして、で、最後の一人を選ぶ場合っていうのは、もう決まってますね。誰だか決まってるんで、the other、その他。っていう風になりますね。うん、3人でも4人でも、まあ、3つでも4つでも、最後1個だけですよっていう風に特定できる場合は、the other っていうことね。はい、だがつくんだよってやつですね。で、特定できない。ね、泰造だけ選んだ時は、まだホリケンと名倉言っちゃったけど、名倉特定できないから、特定できない場合は、an がつくわけです。でも、ホリケンと泰造が出てきて、元フローレンスの2人が出てきたら、ね、元ジュンカッツの残りの名倉潤さんしかいないですから、the other っていう風に特定できるとき使うと。で、others, the others はそれが複数になっただけですから、この another のところにいっぱい人がいたら、それ others ですね。特定できない状態で不特定の人がいっぱい。で、the others っていうのは、特定できる集団みたいな感じの時に使う表現ですね。そんな難しくないです、これって。特定できるときは the other。それ以外っていう感覚を持っておくといいですね。松本さんと、それ以外。原田、泰造、堀内健、それ以外。ね、その他。なんでここにはエディアダーっていうのが入って、で、メイドは2回目なんで省略されてますね、ここね。The other is made in Germany っていう関係になりますね。はい、わかりました。では次行きましょう。ね、次は、I should be obliged if you wouldn't interfere なんとか my private concerns 随分堅苦しい言い方してますね。I should be obliged っていうやつですね。感謝しますよみたいなね。If you wouldn't だからこれしなかったら感謝します。だからしないでいただきたいですみたいな感じですね。はい。そう obliged だから無理やり何々させるだけじゃダメですね。こうしていただけたら感謝します。まあ答えに関係ないですけどね。答えは interfere と相性のいいんでしょう。interfere in ですね。それになんかこう口を挟むその中に入っていく感をね、イメージするといいですね。だから私のこのプライベートなことに口を挟まないでいただきたいって感じ。だから邪魔するっていうので interfere with が有名なんですけど、介入するっていうこの in は覚えとくといいですね。だから間に入る感じで覚えやすいですよ。はい。まあこれは知ってりゃ簡単。次、It was a little boy who pointed out that fact なんとか the king and the history was naked 裸の王様。まあ全然難しくないですね、これね。答えに、まあこの It was があって、It is 風で、ああ、強調構文来たとかですね。そんなん別に関係ないですからね。The fact があって、ストーリーのキングが裸。っていう SVC 揃ってるので、同格のざっとと言われるやつですね。the fact ざっと。うん。まあ、明治の問題って感じかな。うん。レベルとしては。はい。what を入れる場合だと、これ、主語が欠けてる状況じゃないといけないですね。だから名詞の役割しないといけないですからね。which も同じです。名詞の役割をするはずなので、こういうやつはですね。関係代名詞になってるだったら、この主語とか、このダッキングみたいなのはあっちゃいけません。で、プラスでこのファクトだよね。ファクトに which だったら書かれるけど、what は書かれない。what は全体で名詞になるからね。で、whose の場合は whose の後ろに直後に名詞が来るよね。whose の後ろに the っていう漢詞があるので無理です。まあ、ここに the がなかったとしても、事実のキングってなっちゃうので意味わかんないですね。はい。王様が裸だっていう事実を指摘したのはちっちゃい男の子ですって言ってるわけですね。で、次、I understand you were wondering whether I'd be なんとか of making enough room for someone else on stage 。どういう状況なんだろうこれ。状況をちょっと思い浮かべづらいですけど、で、you were wondering こうかなと思ってたっつって、whether が来て、I'd be で、まあ答えを出すのは関係ないですね。もう be なんとか of ing を取れるのは be capable of ing で、これ一発ですね。まあ、make room for ってね、こう、このスペースを取っとくっていうか、いう表現だから、いや、ステージで誰か別の人のこのなんか、スペースあります?作ることできます?みたいに言ってるんでしょ?どういう状況なんだろう。feasible っていうのは実行可能なってやつですね。まだ物事が主語に来て、なんとか is feasible だったらいいですね。feasible plan とかね。トイックとかではちなみに viable なんていうのも出ますね。これできるっていうですね。レベルが高い表現ですね。で、possible。まあこれよく出ますね。人を主語にしないよっていうので、possible 置いちゃダメよ。っていうやつです。で、プラクティカボーもこの人置かないですね。それを実行することができるわけですからね。プラクティスです。それにエイブルがくっついてるので。まあ、あとはよく引っ掛けにこれエイブルが出てきますね。I'll be able of making って選んじゃう人います。だから入試問題でもよく出てくるし、英作文でも間違いやすいですね。able of ing って書く人すごくいっぱいいる。で、逆もしかりで capable to do って書いちゃう間違いもすごくよくありますね。はい。という感じで。やってみました。はい。わかんないです。これ、まあ、編集前なんで、どういう風に編集なってるかどうか、自分でもわかりません。初の試みなんでね、できてたらいいなぁと思ってます。高評価とチャンネル登録、そしてまたやってくださいみたいな声があったら、なのでぜひぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、ハローで始まりました。森田チャンネル。さあ、今回はですね、手元解説シリーズ第2弾ということで、青山学院大学全学部の問題やっていきたいと思います。なかなかね、手元解説ね、人気出ない。やっぱり YouTube と勉強って向かないなって、つくづく思うわけなんですけど、ぜひですね、見てください、皆さん。そして、できれば拡散してください。続けるためにはね、見てもらわないといけないので、はい、よろしくお願いします。もう、コメントもね、いっぱい来てください。もう、これ、見ます続けてみたいなのをね、いただければいいんじゃないかなと思いますので、お願いいたします。さて、では、やってみたいと思います。前回ね、ちょっとね、iPad のね、データ不足だったのか、容量不足だったのか、途中からさ、映んなくなっちゃったんで、なんで今回はですね、スクリーンの録画を切りながらやっていきますんで、問題なくいけると思いますので、あとはそうか、他のアプリケーションとか切っておくか。そうしておきましょう。そうすればちゃんと表示されることを祈って。では、行きたいと思います。はい、では行きましょう。The Olympic flame derives from the ancient Greek practice of keeping a fire なんとか the duration of the games。なるほどね。Olympic flame って、これか、トーチのやつ。はい、成果。で、まず、キープだろうね。これ、同名詞のキーピングの形。fire ing か過去分詞が来てるわけでしょ。あとは burning か burned のどっちか。で、後ろに the duration of the games ってあるから、duration と相性のいい前置はどれかっていう問題ですね。すぐに見抜ければ大丈夫です。火は burn する側ですね。燃える側ですね。火が燃やされるって意味わかんないので、火が burned されるのはおかしいので、ing でしょ。だから、1、2のどっちか。で、duration っていう名詞と相性がいいのは fork。だから、答えは2って感じですね。はい。間違ってたらごめんなさい。だけど間違わないね。これはさすがに。火をゲームのですね、その間、燃やし続けるってことですね。for the duration of でね、その期間の間。その期間の間おかしいか。期間と間2回言うの変だな。はい、重要表現いっぱいあるな。はい、まず、keep OC でしょ。はい、OC のままにしておく。O と C には手術の関係が成り立つから、だから火は燃えている側っていうので ing。duration っていうのはduring とかね。あれと同じ仲間ですね。はい。endure とかもそうですね。仲間です。書いておきますか。endure とかね。もともとこの dure の部分の動詞が存在したんですけど、今は存在してない。だから、その動詞の ing 系だったのが during ですね。はい。そうなんですよ、実は。で、名詞系の duration と ing の during っていうのは残ってるんですよ。で、オリンピックもね、はい、大事ですね。一応、ザー、いつもね、つけて、大文字にする必要ないか。よいしょ。The Olympics。もしくは The Olympic Games。言いますね、オリンピックは。だからオリンピック終わったんで、あんまり書くことはなくなるかもしれないですけど、やっぱ英作文で間違いが多い。とっても。で、derive from ね、こっから由来するよって、これはよく出ますよね。はい、こっち向きの矢印。ただもともと derive A from B。他動詞のやつですね。B から A をゲットするっていう意味ですね。これ難関題ではこっちが問われたりしますね。はい。はい、続いて2本目。If they had known about the accident, they なんとか the plan. これ簡単じゃない？だって、if 来て had known でしょ？これ知ってたらっていう仮定法過去完了とかってやつですね。はい。過去のことを表すやつですよってやつなんで、だから仮定法になっているのが3回4。で、さらに過去のことを表すのは助動詞の過去形プラスハブ足す過去分詞ですから、答えは4。そのアクシデントについて知っていたら、プランを変えていただろう。実際は変えなかったですね。過去の非現実とかって言われるやつですね。うん、簡単です。would が使われるんだったら、ちゃんと今とか未来の印を置いとかなきゃいけないですから、どこにもないんで。はい。そのまま読んでいけば OK。仮定法過去完了はマーチでもこのようによく問われます。続いて3番目。I なんとか the piano these days ね。最近ピアノをなんとかってですね。always never なんだそれ。hardly ever 正解。ほとんど。ね。sometimes yet なんだ。rarely of rarely なの often なのどっち ?rarely play the piano だったらね。しないですけど、often だったらよくする。hardly ever っていうので、はい。この頻度を表すやつですね。はい、seldom とかでね。同じように使われるやつですが、scarcely なんていうのもあるよね。scarcely ever っていうのを受験だと覚えておかなきゃいけない。で、hardly ever は狙われやすいのはやっぱ hardly any 名詞。これとこっちゃになっちゃう人がいるんですけど、いや、全然難しくない。だって、any だよ。any の後ろに名詞来るでしょ。っていうね。で、ever でしょ。ever って never と同じ位置に入る頻度を表す副詞ですから、ほら、後ろには play っていう動詞が来てますよね。だから、後ろに来る形が全然違うので、これは悩む必要ないんですよ。これ、ごっちゃになってる人いっぱいいるんだよね。hardly any money でもいいし、hardly any information。後ろには名詞が来ます。hardly any bread とかあるな。hardly any waves。ああ、波ね。hardly any room。スペースがないとかね。はい、こんなんでも使えますね。はい、次行きましょう。I succeeded in obtaining なんとか confidential information。ああ、後ろには information っていう不可算名詞ですね。数えられないのが来ているから、あは置けないでしょ。some だったら OK ですね。はい。不可算名詞置けますね。some information 言えます。問題ない。many は無理ですね。many は複数形の名詞。another も an がついてますから。another piece of information とかね。a piece of information みたいにしないといけないですね。succeed in なんとかするのに成功するというやつですね。succeed in ing obtain ten は掴むですからね。succeed はまあ in と to でねよく覚える人いるんですけど、やっぱりこれはよく言うんだけど、まあ難関大では succeed 人の形ね、読んですぐわかるようにしておいてください。誰々を引き継ぐっていうやつです。はい、他動詞で出てきます。その人の引き継ぎをするよっていうので、まあもともとサクが下ですからね、サブと同じ。で、シードが進むなんで、下に進むなんで、その人のこう下に続くっていう意味ですので、はい、これをよく使います。で、confidential ですね。フィデっていうのが信じることを表すやつですね。で、自分を信じてるよとかっていうので、confident っていうのはよく覚えますね。自信とかね。はい。で、まあ、コンフィデンスっていうのでは名詞形ね。自信っていうのもあれば、信頼っていう意味もありますよね。他を信じてるっていうことなんです。だから、コンフィデンシャルっていうのは、その人を信頼しているから、だから秘密を言えるんだよっていうふうに覚えておくと覚えやすいですね。はい。内密の秘密のっていうやつね。機密情報ですね。だから機密情報を手に入れるのに成功したっていうやつです。はい、最後。People get the chance to travel around the world. 世界中をこう旅するんですね。この around the world ね、英作文で書けない人多いね。never little people なんだこれもむちゃくちゃだな。否定語2つあるし、little people ってな、目に入ってますね。そんなに多くの人がチャンスがあるわけじゃないよ。travel around the world。そうですね。世界一周できる。ね。佐藤幸雄先生とかですね。ユーテラの世界史やってくれてるお金持ちですから。ね、そういうチャンス、機会があるんですけど、まあ、普通の人は無理ですよ。そんなのね。So much people, much? もう後ろ加算置けないでしょ。never few people な、never がいらないね。few people だったらいいよね。ということで、24222かな。2が多いな。という感じになります。どうでしたか皆さん。できましたかぜひですね、まあ、ここやってほしいよとかね、ここわかんなかったですとかね、あったらぜひコメント欄に書いてください。そして、ぜひ、たくさんの人に見てもらうようにね、お願いします。そうじゃないと、これやってる意味あるのかってなっちゃいますんで、はい、拡散。ね、してもらったりとかして、ぜひ多くの人に見てもらいたいと思います。そうすればこれやる意味あると思うので、僕自身もね、すごいやってくのは簡単なんですよ。これ、問題パーッと見て、はい、その場で回答こうやって書けるし、その場で、いわゆる解説普段授業でこんな風に言ってるっていうのをそのまま再現すればいいだけなので、ああ、これ来たらこれ言うな、早慶授業だったらこれ言うなっていうので、やるだけなので、はい。見てください。はい。今後もね、応援してもらえればと思います。多分ね、英検の面接の動画とかで新しくついてくれた視聴者の皆さんいると思いますので、あ、こんな動画出てんだと思ってですね、見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! はい。さあ、今回ですね。はい。手元解説やってくれっていうのがね、あったんでやってみたいと思います。前に iPad でやったんだけどね、どうもやっぱり手元でやってほしいっていう人がすごく多くてですね。いや、これめちゃめちゃ大変ですよ。カメラのセッティングとかですね。どうしても斜めになっちゃうよね。これ真上だと無理なんだよ。ガタガタ揺れちゃって、できないっていう状況なんですが、さてやっていきたいと思います。大丈夫ですかね？皆さん見えてますかね？はい。ちょっと斜めってるのはごめんなさい。はい。選択肢から見ますかね。これ穴埋めしていくんだけど、まあ、会話形式ですね。10択あっって10問あるって感じかな。はい。これは全部動詞ですね。ということで、今回は動詞のやつを入れていくと。で、まあ、ここにね、名詞とかがあったりする場合とかね、他の品詞がある場合っていうのはね、ちゃんとチェックしておいた方がいいんですけど、まあ、同じなんで、まあ、その都度解いていけばいいって感じかな。はい。次の会話を読み、26から35の空所に最も適切な単語1から0の中から1つずつ選び記号をマークしなさいと。で、同じ単語2回以上使っちゃダメだよって言って1回だけでやりなさいということですね。はい。用いてはいけません。Is a recent salary increase good enough? って言って、I couldn't なんとか for more って来てるので、for 取るやつだよね。で、もっと給料上げてっていうことを言えんかったってことね。はい。ask が正解でしょう。ask for。求めるっていうやつですね。はい。と、まあ、構造としては、salary increase ですね。はい。給料が上がるっていうのが主語ね。で、それが good enough っていうのが保護になってて、語順ね。大事ですね。これ形容詞、副詞、enoughの語順になるやつですね。これね。はい。めちゃめちゃ大事です。大丈夫ですね。並べ替え問題よく問われますね。で、salary increase。この increase 名詞ですからね。で、良かったの、十分良かったのっていうのに対して、まあ、それ以上求められない。ask はね、ask 人、for とか、ask 人 to do っていうの有名じゃないですか。なんとかを求めるとか、なんとかするように頼むってやつなんですけど、こういうふうに人が入って、使われることが多いですね。人になんとかを求める、人に何々するよう頼むっていうやつなんですが、ここがね、ない場合があって、ask for はまだそれでもね、違和感持たないんだけど、ask to do に違和感を持つ人がすごく多いので気をつけてください。ask to do って使えますからね。で、実際これ東大のね、問題で出てきたことがあって、和訳ですね。まあ、ちょうど昨日の東大英語にも出てたんですけど、やっぱ語訳がいっぱい。ね、するように求めたっていう意味なのに、これが求められたって訳しちゃってる人がすごく多くて、ちなみに ask to っていう過去形だったんですけど、そう。だからこれ見慣れてない人が多いので、ask は後ろの to ステージ取れますからね。ask to do って言えるので、はい、ご注意ください。次、It's all too easy for politicians to なんとか to pressure from wealthy campaign contributors. It sounds like you suspect that there is corruption in our government. っていうですね。はい。まあ、it for to の構文になってますね。はい。政治家たちがこうするってですね。all to っていうのは very の意味ですね。とってもっていう意味で、まあ、ネガティブなことに使うことが多いかな。だから、こう、簡単にこうしちゃうよね、つってますね。はい。politicians とか政治家たちがプレッシャーになんで、そのままじゃん、これ。はい、お辞儀から、屈服するですね。to と相性がいいじゃないですか。屈服する系って。subject とかさ、subject to とかさ、be subjected to もありますけどね。subject とか surrender とかさ、ね、屈服するわけじゃないですか。yield とかさ、to と相性がいいですね。屈服系と to。はい、プレッシャーに屈服しちゃうよ。で、wealthy campaign contributor ですが、お金持ちのね、キャンペーンでこう寄付してくれる人たちのからのプレッシャーにってですね。wealthy ですね、これね。はい。お気をつけください。wealthy って呼んでる人いっぱいいるけど。違いますよ。それworth、worthy のせいでね、そういうルール勝手に作っちゃってる人多いよね。はい。これがほら、worthy に変わるじゃないですか。そのせいでこれ wealthy のを wealthy って呼んじゃってる人多いよね。で、sounds like you suspect。suspect はなんとかだと思うって意味ですね。この doubt と違うよとかっていうのが大事じゃないですか。doubt はそうではないと思う。don't think, don't believe の意味ですね。はい。それに対して、サスペクトはなんとかだと思う。はい。政治のね、まあ、コラプションですから、悪い状況になっちゃってるよってことですね。で、次が、Is it too late to なんとか back my last proposal? I don't think so. ですね。あ、まあ、バック9はこいつはテイクでしょう、もう。はい。そうですね。9番にいますね。take back。はい。戻しちゃうってことですね。私の最後。I don't think so。遅すぎないよ。って言ってます。で、プロポーザルですね。はい。提案。AL で終わる名詞になるやつですね。普通ほら、形容詞が多いじゃないですか。AL って。でも名詞になるよってやつです。だからこれ、トイックとかでも出やすい品詞問題でね。はい、他にも、リニューアルなんていうのも出やすいですね。はい。こういうのも、出てくることがありますね。次が、as long as the heater is working, the guest should be comfortable ですね。ヒーターが動いている限り、機能している限りは快適だよ、ゲストは。The last thing anyone wants is for something to なんとか in the middle of the busiest season of the year ですから、その年の一番ビジーな時ですから、つまりまあ冬でしょうけど、普通だと考えたらヒーターが。で、壊れてほしくないってことね。はい、ブレイクしてほしくないよっていうことでした。はい。The last thing だから、これを望まないですね。このみんなが望むランキング最下位ですからね。最下位ってことは一番起きてほしくないことですから。で、起きてほしくないってことは壊れちゃう。どっか壊れてしまうよっていうことですね。まあ、自動詞のブレイク。を使ってますね。で、まあこれね、いわゆるラスト使って否定を表すっていうやつね。はい。まあ大好きですよ。入試問題ね。よく出るパターンでございます。はい。We always need to なんとか for the worst possible disaster. True or words were never spoken ということで。はい。まあ、こいつは prepare でしょうね。はい。これは4取ってるから。あ、ただし prepare っていつも4取ると思って勘違いしてる人いますけど、そうではないですからね。なんとかを準備するが prepare の多動詞バージョンですね。prepare food とかね、いう風に言うこともできます。で、4はなんとかのために備えておくってことですから。だからもう最悪のディザスター。考えうる。ですね、可能性のある最悪な状況ですね。第3次ディザスター。アスタリスクじゃないですか。これね、スターですよ、ここ。星に見放されるっていうのから来てるやつですけど。で、パッサブルっていうのは最上級と非常に相性がいいので、最上級、that's possible。で、考えうる可能性のあるものの中で最悪のって書いてあるんですけど、これ語順こっちでも大丈夫ですね。the worst possible disaster でも the worst disaster possible でも OK っていうので、まあ、特殊です。で、truer words were never spoken ですね。これよりも true ですね。事実である言葉は話されなかったっつってるから、これこそまさにその通りだっていう意味ですね。couldn't be better とかあるじゃないですか。これよりいいものはないから最高ってやつですね。だからこれより当てはまってる真実を表してる言葉はないだから、その通りっていう意味です。で、次が、why are so many students interested in playing basketball? なんでそんなバスケやりたいの？I think some of them really just want to なんとか with their friends. ああ、友達とハンガーアウトしたいだけだよ。はい。ただただ一緒にね、遊びたいだけだよ。本当に日常、毎日使う表現でしたけどね、このハンガー with っていうのは留学中ね。はい。はい、続いて、Are you too busy to help me this weekend? No worries. I'll なんとか aside.day for you ね。忙しすぎる私で手伝ってくれるにはって言って、no worries 心配ないよ、no problem みたいな意味ね。はい。私がよく使うというか、まあ毎日のように使う表現ですね。この no problem の意味の時、いつも no worries って私言うんで。で、they を取っておくでしょ。aside だから、put aside、set aside でしょ。はい、セットがいますね。はい。まあお金を取っとくとかでもね、出ますね。put aside、set aside 横に置いとく。はい。一日を置いとく。そう、だから空いてるよって言って。で、次が、My brother failed to なんとか with the court order. Again? I think it's time for further measures. はい。そっちちゃんとやんなきゃいけねえみたいに言ってますけど、with 来てるんで comply with ですね。はい。これで従うってやつだよね。ルールを守るとき、ほら、compliance とかっていうじゃないですか。あれですよ。はい。ルールに従う。ってやつです。これは重要ですよ。結構出ます。で、次は、Can I help you with your luggage? ですね。ああ、help は人を取ってね、with 物事ですからね。これはね、さっきも、help me this weekend だったけど。はい。これめちゃめちゃ大事ですね。with 抜かしちゃう人多いからね。please help your luggage とかね、ダメですからね。で、can I help っていうのは、can I っていうのは、こうしていいですかっていう意味だけじゃなくて、こういうオファーを出すときにも使われますね。こうしましょうかっていうときですね。これ実際トイックのパート2の応答問題とかでも出てきます。で、please don't worry. ね、don't worry about it. これ簡単ですね。で、worry は自動しても使えるし、多動して感情の動詞として be worried about みたいな形でも使えるよっていうので、両方知っとかなきゃいけない。ラゲージはバゲージと同じように不可算名詞だよっていうのが第一ですね。はい。まあヘルプの方法本当出やすいね。次 How do you なんとか Japan so far ですね。もう余ってるのが find しかないので How do you find Japan so far? I'm planning to extend my stay. ああ、なるほどね。このさ、find を見つけるじゃないですかね。どのように日本を見つけましたじゃないですかね。これまでどのように日本、どう思ってるかって意味ですね。だからこれ like と同じだよね。How do you like Japan? とかってよく使う表現ですよ。どう思いますかって意味ですかね。これどうやって日本好きですかとかそういう意味ではないですから。はい。お気をつけください。だから留学したら必ず聞かれる。How do you like San Diego? とかね。絶対聞かれる。で、I'm planning to extend. Extend だからこう伸ばすわけじゃないですか。延長するんですよ。だから stay を伸ばすぐらい好きなんです。だから、そういう風に見抜けました。まあだから何、トイックのパート2の変化球問題みたいだよね。はい。という感じでした。まあ、ハードウェアファインドは知らない人も多いかな。はい。エクステンド伸ばすだけじゃなくて、与えるっていう意味もあるので、気をつけてください。トイックではね、プロバイドの意味で言い換えとして登場したように、プレゼントが正解になったこともあったし、オファーが言い換えになったこともありますね。まあ、そもそもエクステンダンオファーって言えるからね。例えば、人にオファーを与えるとかってね。こういう風に使ったりすることもできるんで、そうですね。エクステンドってギブみたいに使えるので、はい。こういう風に出ることもあります。はい。どんな感じでしょうか。できましたかね。わかんない。これ。どんな風に価格もちゃんと取れてるのかもわかんないので、はい。とりあえずやってみました。本当はこれ生配信でやりたいです。はい。ぜひ、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。